今のあたりを取れた俺はすげえ。次がじさんですか、ね、もう今のはあたり出てなかったもんね。よいしょ、ほい、ナイス。ちょっとなんか乗っかったようなあたりですね。食うてますね。いやじゃね、これ、はい。止めて、なんかどんな感じですって？はわしてたらなんか押さえてくるような。はわすのボトムですか？さっき俗に言う根割りでもたれのあたりってやつですね。あのコンコンじゃなくて、うん、ちょっとなんか引っ張ってるというか抵抗がかかったようなあたり。ああなるほど。ちょい乗りやね。ちょい乗りやね。なんかいい表現の仕方ですね。本がかりですね。本乗りはなんて言うんでしょう。こっち向けと好きに一気に巻いたろ。よいしょ。いい味ですよ。よし。0.8 正解ですね。正解ですよ。ちょっと読み切りました。パターン掴むだけは得意ですからね。ちょっと時間だけかかりますけど。もう CBA というかオサムズファクトリーっていうところの、ただ引きプルプルっていうワームなんですけど、ただ引きプルプル、ものすごい柔らかいんですよね。ハンドポワードなんで。おー、なるほど。リーディングとか改良だけでまあプルプルくるんですよ。なるほど。テールが微妙にこう、なんちゅうかな、太いでしょ。おー、はいはい。これ細かいバイブレーション。なるほど。を出してくれるんですよね。ちなみにまだ売ってないんで釣れるはず。何やこのツッコミは。ほい、はい、引くだけプルプル。はい、よいっす。18で表層軽めで振りましたね。なんかバクってきたぜ。よいしょ、ほい。おさむおさむじゃないわ。引くだけプルプル。ほいっす。また表層から。トーン変えたら一発じゃね。ほい、マグロ。嘘やけど。クソ丸飲みですね。丸飲みですか。まあもう見えませんもんこれ。ほい。さらにトーンを落としてクリアなシルバーラメで。街灯もあるしね。よこんな色一撃でしょ。
正直や。ほい。ういっす。すごい。あの色変えるごとで反応あるような感じですね。ちょっと待ってくださいよ。今回実は秘密兵器も持ってきとったんですけどね。ほう。こういうこう。嵐の後よとか汚い漁港よ水が悪い時にこう新勝負とかね見てください。用意してきたんですけど、これはいちごのですか。いちごのです。後ろの裏側のお湯を見てください。こんなんもサビキカラとかでもありますけど、まあ、まだ全然出さずにいけますね。もっとねやっぱ雨跡とか濁るとやっぱ紅獣色の方が強くなってくるんで、まあ、最初は結構こういうクリアとかねベースの色が多かったんですけど、まあ、こういう後から出る濁り対応用もあると面白いと思いますよ。なるほど。はい。じゃあそろそろ寒いんで上がりますか。結構釣れたし。まあそういうことでストロングパワーエイドアシエン終わりたいと思います。はい、今回メインの、スティールベイトの、1.5 インチなんですけれども、やっぱ肝はね、カラーローテーションでしたね。結局最後は、最初はですね結構まあピンクとか白とかね派手な色を使ってたんですけれども、やっぱ結局ちょっとまあ明るい場所最後来たっていうのもありまして、やっぱクリアとかこういうちょっと、なんていうかな濃くない色がやっぱ強かったですね。はい。これがねもうちょっと街灯のないようなエリアに行ってくるとこういう、白とかピンクとかでいいんですけれども、ちょっと明るい場所で水もクリアということもあったので、まあ、ライムクリアとかとこういうラメ系とかがかかった感じですね。あとねそうそうこれですね、オサムズファクトリーの、引くだけプルプルってやつなんですけど、ハンドフォワードですごく柔らかくてできてますんで、まあ、リトリーブだけでちょっとこういうテールの、膨らんでる部分があのプルプルと動きまして、まあ、名前のそのままなんですけど引くだけでプルプル動いて釣れるというんで結構これも使いました。ソフトなんで食い込みもいいんでね結構おすすめできます。はいはい。今回はですね、まあ、いつもアジ釣りでメインに使うのがこの 0.35、0.45、0.55 クラスなんですけども、今回はなぜこの 0.85 が良かったです。大体ボトムでねリューターンドフォールするような釣りでまあ結構釣るのが主流なんですけども、今回はこの重いウエイトでボトムをなんかズル引くような感じで、まあ、バスでヘビキャラですね、ああいう使い方が良かったように思います。結構いろいろ用意しとかなきゃいけないということですね。はい。スノさんの味と進化してますね。進化してますよ。回数がシャレになりませんからね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。寒い中。寒いですよ、本当に。